猿掛けみかんはみかん科の鶴になる樹木。棘がとても鋭いもので薬用などに用いられる。常緑性の鶴になる樹木。茎には一面に鋭い棘がある。棘は下面が平らで上下に伸びていて、先端は鋭く針状に下向きに曲がっており、長さは約2ミリメートル。若枝は無毛。葉は五星で、それぞれ三枚の小葉からなる。 全体の長さは3から5センチメートルあり、傭兵は05から 1cm、MM、m の長さ。商用は長大円型で、長さ1.5から5センチメートル、幅0.7から1.5センチメートル。商用は先が尖らず、先端には先端があって、やや凹んでいる。円には細かな巨子があり、表裏ともに無毛だが裏面には油点が目立つ。また小葉の基部はくさび型で、 長さ0.5から1ミリメートルの商用兵に流れる。夏季は冬から春で枝先や葉液から塩水果剰を出し、多くの小さな花をつける。私有一種であり、お花序では各節に3から4個、目花序では各節に1個の花をつける。額は5列、花弁は5個で長大円形、おすしべは5個。花弁は緑白色でお花では2ミリメートル、目花では3ミリメートル。 果実は、休憩で、計6から8ミリメートルになり、投稿色に熟す。本種の古称は、沖縄では広くる、カチミカンであり、サルカチやサルカチャーも広く知られる。これらは、猿を引っ掛けるものの意と取れる。和名はこれに由来し、猿でもその棘に引っ掛かるの意である。日本では、琉球列島に産し、海岸近くの森林に出現する。 特に石灰岩地に多い。国外では、台湾、中国大陸、インドシナ、マレーシア、インドネシアからインドに分布する。アフリカでも見られるが新しく移入されたものと思われ、メバナは稀にしか見られない傾向がある。他に、コモロ、セーシェル、マスカリン諸島でも見られる。トゲによって、他の木などによじ登るツル植物である。本属は本種の実を含む。沖縄では、 民間薬として用いられ、果実とコンピは酒で煎じて飲んで風に効果があり、咳を止める。また早茎、根を煎じたものは、権威、喘息に効果があるとされる。果実は調味料や防腐剤に使われた。根から黄色の染料を取った。他に、幹でパイプを作ったとも。また、果樹園で石垣焼きの根本にこの植物の茎を何本か束ねておき、 これはその鋭い棘で子供のいたずらを防ぐために用いられた。ちなみに果実は油匂いが生殖が可能とされているが実際には舌が痺れるほど刺激が強い味がするという。ケニアの菊油人も本種の葉寝根を風邪の際の薬としており近年はニエリ県で葉の千字汁を風邪や喘息、胸の痛み、脂痛に対して処方するとの報告がある。 以下、主として、サタケホカ、P280 から281、ABC 初島、P353 アーマの、P67 ハット a b 島袋、P 百八 P189 サタケホカ、P281AB アフリカンプラント、データベース、コンセルベトワイジャルダンボートニックスデラビルデゲネベイ、アンドサウスアフリカンナショナルバイオデバーシティインスティチュート、プレトリア、 リリーブド二十四エープリル二千十八フロム h t t p: //w w w. dot v i l l e- dash g. dot c h slash m u s i n f o slash p d slash c j b スラッシュアフリカスラッシュ以下種として島袋 P 百八十九雨の P 六十八サルカケミカン沖縄植物図鑑ベンソン釜上トール日本語英語 ありがとうございます。